群馬県道151号津久田停車場、前橋線は群馬県渋川市の JR 新、久田駅前から前橋市に至る一般県道である。名目上は渋川市北部と前橋市街地を結ぶ路線であるが、全体には古い街道や振動開通でメインルートを外れた旧道筋を継ぎ合わせ、迂回させた状態でまとめて、 県道指定された一貫性のないルート構成となっている。拠点貫路線として単独機能しているのは前橋市藤見地区以南のみである。県道151号157号交差点。151号は右の谷底から上がり、折り返して左正面方向へと向かう。起点の津久田駅付近からこの合流点までは異常な境外区間である。 渋川市赤城町長井尾川谷にて関本橋。福音2.0メートルという最小限の京愛車道。渋川市赤城町長井尾川田渋川市赤城町持ち、柏木にて。京愛路の定時路交差点やヘアピンカーブなど北部寄りのルートは変化に富む渋川市内に含まれる区間での作装したルートと京愛区間散在は県道らしからぬ。 得意な状況を形成している。大型車は通過不可能な区間もあり、ただ単に津久田駅方面から国道353号や前橋方面に抜けるのであれば、群馬県道255号下久や渋川線などを利用する方が無難である。起点から国道353号と重複するまでの区間では、歩道付きのゆとりある区間もあれば、 幾度となく、右差説を繰り返す区間や、道幅一車線程度の参道もあるなど、大変変化に富んでいる。途中他の県道と重複するが、その看板号が若いにもかかわらず、案内標識では、県道百五十一号の表示はなされていないので、注意が必要である。沿道には古い石の道標や、戦前の道路改良記念碑、昭和三十年代以前佳橋の古い橋などが見られ、 道筋自体の古さが伺われる。とりわけ清舌なのは、起点の津久田駅から南方の四季島駅に至るまで利根川貸しの東側軽車地を大迂回していく渋川市赤城町長井尾川田付近である。県道157号と交流する交差点は、通過困難な国道交差点として知られる京都市山間部の国道477号、桃井分かれ交差点を彷彿とさせる。 急角度、急勾配の逆との地型合流点である。合流路線である百五十七号が対向に車線であるため、終点側からの交差点通過は、本家の思い分かれほど困難ではない。だがここから沼尾川の谷に降りると、津久田方面に向けて佳境された関本橋の福音は、実行にメートル未満に過ぎず、橋の欄干に設置された高いフェンスと、相まって、生活道路として、 過労時適て機能する程度の共愛路となっている。前橋市富士見町山口で国道353号と分かれた後は赤城山の麓を南下する。江戸時代の沼田街道の宿場町であった富士見町米屋からは県道34号渋川大御線との重複区間となって東進。富士見町田島交差点で34号と分かれて前橋市街地へと南下する。 原野号交差点から北大田町交差点にかけてはロードサイドショップが並び、夕刻には青柳交差点を中心として慢性的な渋滞を引き起こしている。桃の木川を渡って前橋市街地北端、日吉町の終点に至る。若宮町四丁目交差点から田島交差点までの区間を石井県道と呼称されている。田島交差点から さらに北方の富士見町石井へ連なる道であるため、地元で定着した通称であるが、前橋から石井への街道のうち、田島から北は前橋市道となっており、石井地区には県道が通過していない。もともとは旧、瀬田郡横の村大和三泳ぎで接続していた二つの県道を一本にまとめる形で形成された路線である。作装とした区間を解消するため、 渋川市赤城町の区間ではバイパスが整備されている。一部では併用が始まっている。原道の見立てから持ちかしわぎにかけては道幅が強小で普通車1台分の福音の箇所もある。通学路にもなっている場所では歩行者の安全が確保できないこともある。宮田から勝母沢にかけては道幅にはいくらかゆとりはあるもののヘアピンカーブが連続している。 宮田坂と呼ばれる渋川市道が本県道の当該区間と並行して通っているが、こちらもヘアピンカーブが連続している上に歩行者が横切る箇所があり、なおかつ道幅が強小である。いずれの道路も通行に支障をきたす状況である。このバイパスによって、常日のヘアピンカーブの連続や自動車1台分の幅の区間が解消される。 昭和34年の路線認定当初での表記では、瀬田郡赤木村津久田停車場である。昭和34年の路線認定当初での表記では、前橋市北城田町260番である。昭和34年群馬県国時台324号に基づく表記。2006年の渋川市との合併により、現在は渋川市北立花町。 昭和34年群馬県国時第324号に基づく表記。2009年前橋市に編入。四季島村市によれば、実際に通行可能となったのは1952年で、あったが、1959年時点でも、急村道そのままの程度で、急坂もあり、入馬車の通行にも混乱現在ではただ県道に認定されたのみで、 有名無実の路線であるとまで書かれるありさまであった。路線認定に関する告示では、四季島停車場と記載されているが、月下田停車場の古希と思われる。開拓道路街頭区間は、以後も整備され、1976年4月1日には、山口板橋大間間線ほか、既存県道の一部の名称を廃止して、本路線の一部区間を徴用で含む、 主要地方道大間,間宮城小持線が認定された。この路線はさらに1984年11月9日付で赤木村内での経路変更指定があり、最終的には1993年4月1日付で渋川式流士間を延伸指定された国道353号の経路に組み込まれて国道昇をしている。 AB 昭は34年群馬県国事第326号剣道の教用開始に関する告示昭は34年群馬県国事第324号剣道路線認定に関する告示昭は34年群馬県国事第325号剣道路線廃止に関する告示。ありがとうございます